セロです。ココミです。ヒトトです。ニャーニャーチャンネル始まるよ。チャンネル登録してね。こちらのボタンも押してね。今日はスライムを作ります。イエーイ。いろいろなスライムをね作ります。用意するものは、はい、用意したものはこちら。洗濯のりと、まあとりあえずシェービングフォーム、ボンドと、こちら、こちら、これとか、はい、ダメね、スパンコール。はい、ではまず早速スライムを作っていきましょう。はい、こちらの大きい桶で作ります。はい、じゃあみんな洗濯のりを全部入れて。全部？そうだよ。あ、足りるかな、これ。さあ、結構多いね。たくさん作れるよ。わあ、うん、すごいから、なんか流れ星みたい。かわいい。めっちゃ綺麗。切れました、全部。全部入れれたかな。3個って結構あるんだね。ここに水を入れます。いっぱい入れてくるんだよね。とりあえずこれを全部入れます。はい、うお、これ水多いのかな。うお、どうですか。どんな感じですか。いい感じです。まだだな。さあ、じゃあ放射がこの中に入っているので入れていきたいと思います。ちょっとずつ入れていけばいいんだよね、きっとね。まだ。いい感じになってきたね、早速。固まってきちゃった。まず一周流れるプールみたいな、はい、うん、いいよ。おみちゃんもいい感じですね。ほら、やばい。自分の顔が見えちゃう。どうですか。なんかだいぶできてきた。あ、きれい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 。いい感じ、いい感じ。よいしょ。よいしょ。いい感じにできてきましたよ。わたあめ作ってるみたい。ね、割り箸で混ぜて。はい。はい、スライムできましたか。はい。じゃあどうする？こっから。じゃあ分けていこう。はい。こう分けるの。じゃあキラキラ作る人とか。私はパレット作る。うん、あら、リココちゃん、こんにちは。ではパレットに入れていきましょう。はい、これ見てください、見て。いや、何してんの、なんか練り飴みたい。重いです、重いです。重いね。じゃあ入れてってね。スライム手袋になっちゃった。本当だ、やばいよこれ。やばい。はい、入れてください。じゃあ入れていこう。はい。え、全部入れていいの？いいや。お、ナイスな作戦ですね、セイラちゃん。さすがですね。一気に入れちゃって、うん、バサッと入れましたよ。固めて、バサッと入れた。入れてきた。お、入れれてますね。私もです。はい。では、スライムパレットに入れていきましょう。はい。ちゃんとこちらが、お、リココちゃんは出しといたからね。好きなの入れて、うん、これです。はい、うん、綺麗じゃない。じゃあまずこれで混ぜてみよう。シエラちゃんは、お、いいね。次、玉入れます。はい。あ、私と同じやつだ、間違った。あ、でも少しでもいいかも。うん、綺麗かもよ。少しにしときましょう。はい、私はね。ああ、よくあるやつになったね、せいちゃん、これ。うん、韓国スライムとかね、うん、次、星入れます。はい。うーん、星でかいね。でかい星入るか。リココちゃん、緑です。緑入れております。嬉しそうです。次はこのカラフルの玉入れたいと思います、はい、じゃあ次はこの、うん、フルーツいきます。はい、シエラちゃん、ズズズズズッと。結構綺麗。はい、じゃあ夜光るみたいです。へえ、これが紫のコナ。オッケー、これぐらいあればキュートなんじゃ。たっぷり入れるよ。うん、たっぷり入れてね。たっぷり入れたら夜光るの。あ、リココちゃん頑張ってますね。あ、綺麗ですね、リココちゃんは。わー、いい感じですね。蛍光色いっぱいじゃん、うんうん、
うん、私これが一番お気に入り。どれ？私今これがお気に入りだ。ほんと。混ぜます。全部に混ぜ。これは一番お気に入りのは全部に混ぜ。みここちゃん三色になってますね。やばい。泡が。ここみちゃん似たようなのが並んでますよ。同じじゃん。これ混ぜたの同じ。同じか。あ、これペラペラ。いいんじゃない。いいんじゃない。いちごだけにしよう。韓国っぽい。なに、なに、一粒ずつ。あ、いちごだけ入れるパターン。もしかしてこんな細かいの中からいちごだけ探してる。パターンやー、パターンやー。え、レア。これレアなんてないし。うわー、全部に緑入れてる。混ぜる。混ぜてみる。混ぜない。りここちゃん、カット。これはもうやっぱもういい。もういい。お、綺麗になった。あれ、あ、オレンジが入って。あー、綺麗。あれ、こっちにさくらんぼが入っちゃって。よし。さくらんぼね、最近食べてね、最近ね、美味しいと思って。これは多分ね、開けて1日ぐらい置いといた方がいいかもしれない。ベトナムから取ります。はい、売っていちごを探そう。あー、そうすまー。みここちゃん、混ぜてみるとそうです。あ、まだ。はい、混ぜてください。お、緑綺麗。そうだよ、ネオンカラーだもん。うん、そんなの持ってたっけ。うん、セリアで買った。そう。うわー、変な色になりそう。すごい色だね。緑入れるとさ、みんな同じ色になってる。おー、ハート綺麗。綺麗だよ。あ、綺麗。それ綺麗。でも私はこっちの色派かな。うん、最後でーす。はい。その次はブラック。あ、それも可愛い。うんうん。りここちゃん、金色投入ですか、また。いやー、いろいろ混ぜてますね。何やってんの。すごいですね。さすがですね、りここちゃん。完成です。こちらがここみちゃんの作品。開けてみて。せーの。のはこちらです。はい、開いてみます。はい、せーの。ちょっと下に沈んでる、うん、からちょっと分かりにくいね。こうやっていきましょう。あ、綺麗。じゃん、綺麗です。だいたい下に沈んでるんですよね。そしてりここちゃんのがこちら。あんだけ入れてたけど全部緑になっちゃったんだね。じゃん、せーの。あ、すごい綺麗。りここちゃん結構入れたね。綺麗。はい、そして最後に電球ボトルも1本だけ作ったよ。うん、そしてまだこんなにたくさんのスライムが残ってるよ。うん、とりあえず今日はこちらの4つを作ってみました。はい、はい、余ったスライムはまた何かに作りたいと思います。何がいいかな。何がいいと思う。わかんない。カチコチにすれば器になると思う。器。だってさ、なんかこういうカップケーキみたいな型にスライムを流し込んでたらカチコチでお皿になった。あ、なってた、なってた、なってた。それでもいいんじゃないかな。では余ったスライムはまた何か作ってみましょう。はい、今日のところはこの辺で、今日のニャーニャじゃんけん最初はグーじゃんけんぽい。負けた人はグーだよ。チャンネル登録はこちらのボタンだよ。みんなで押してみよう。3、2、1、ポチ。押せたかな。ポチポチ押せてるよ。こちらの動画も見てね。おすすめだよ。おすすめ、おすすめ。